アルミ雑品が回収できるスクラップをもらってきました。プレートですね。ちょっとこれバラしてみるが、家電雑品で出すのもったいないから。重いな結構。ちょっとこれバラしてみます。どんな感じなのか。裏側ネジで固定してあるだけですね。十字ネジ。ちょっとこの辺バラしてみます。なんか特殊なからくりになってて、適当に操作したら外れました。さすがに家電雑品では通らないでしょ、これ。もうちょいバラしていきます。これやばいやつですね、これ。バラすとバーンってなるやつですね、これ。これは鉄でできてからシュレンダーで出しちゃいます。カバー外すとこんな感じになってるんですね。ちょっとした複雑コースになってます。十字ビス、みんな外していきます。ガラニウム取れました。何キロぐらいあるんだろう。0.5 キロぐらいあるんじゃないですかね。0.8、0.8、1.8! やば !0.8 とかわけわかんねえが、全然当たってなかったな。1.80? ほんとかい。そんなにあるんだ。2キロ。金になる。あいつらは？あ、0.7 キロあるか。それでも、金になるな。他にも鉄とかも出てますもんね。電線とか鉄とか。すげえ。どんどんばらしていくか。これもホットプレートですね。なんか簡単に外れました。もうハイプラになりました。もう柄になりました。1キロ出た。0.26、0.3。これホットプレートだけど、すでに分離した。結構強いな。締め付けが強い。0.7、 0.28。 またホットプレートですね。単純構造ですね。0.45 か。
子供ホットプレート。みんな作って同じなこと。軽いな、ちょっとね、0.4 ある、それでも。0.2。 これなんてすでに単品になっちゃってます。0.7キロ。これたこ焼き作るやつだな。結構重いな。結構重いな。 0.7キロ。さすがにこれは家電雑品では通らないし、ひどすぎるでしょ。最後までバラすしかねえ。これ雑品、家電雑品。これ社長も笑せんですね。ホットプレートクイズ。ほら。雨降ってきやがった。台風の影響だ。寒っ。また別のたこ焼き焼くやつだ。ダメだ。これ小バーはこの細いビットじゃないと入っていかない。これ先っちょ交換しました。あ、いいこと思いついたぞ。これこれなら家電ザッピンクズで通る。鉄付き、電線付き。じゃあこれどうやってバラせばいいんだろう。無理かな。構造的無理でした。こっちに受けがあるのでガラニウムの方に。これは取れちゃいます。これ簡単にバラせるな。 0.7、 0.66。 たこ焼き器ですらメイドインチャイナです。こっちも同じくメイドインチャイナ。恐ろしやだ、恐ろしや。0.58。
飽きてくんな、同じのばっかだから。飽きんの早いな。あぎんのが早い。ハイプラも出るな。0.56。すごいな。これ何なんだろう。プレートヒーター分離式電気グリル鍋。プレートなんたらって書いてある。全然書いてない。プレートヒーター分離式っていうの、これあれだな、ハイプラの方が重くねえか。1台だけちょっとバラしてみる。なん、これなんかやばい感じがする。やばい感じがする。あ、これやば。いや、めんどくさ。急にめんどくさくなった。これ雑品、雑品じゃないよ。0.33。鉄が 0.2 で、ハイプラが 0.42。 ハイプラ重これどうなんだ、計算してみなきゃ分かんないけど、0.3 だから、あれだな、これはサイズ合わないな。分離式はダメだ。これやめた方がいいですね。家電雑品で出しましょう。実はまだまだあるんですけど、こういうプレートはいいな、金になる。こういうプレートは、ま、連休だからバラすか。こういうたこ焼きも金になるし、これハイプラ。直接焼く部分がついてるやつは金になる。
直接、これはダメだな、あんまり良くないな。分離式。いいか、暇だからバラすか。いやいや、すごい量だな。あ、ダメだ、時間がねえからやっぱどうしようかな。暇見てバラすか。以上、鬼バラしいきます。これもバラして鉄とアルミ取ります。 0.3 キロぐらいかな。 0.3、 やっぱ 0.3 キロぐらいしか取れないんだな。お、 0.64、 0.65。 やっぱこの部分が大きければ多いほど重いですね。やっぱバラして正解だ。この直径が大きければ多いほど重いです。アルミの部分が広いければ広いほど。0.54 取れた。やっぱバカになんない。0.3。 以上、アルミハイプラ鉄自分リサイクル、バラせば資源、バラさなくても資源。以上。